ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がする、といったようなことを。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。だが、本当に錯覚だと思うか？もし、お前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もし、お前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前は、もう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか。だが、なぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で、錯覚ではないと断言できるのか。結局、体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか。思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。このまま彼らは本…今はカキッと大丈夫。傷は浅いから早くブアントネーワさんが…うん。まさか緊張してる。初めてのとってこんな雑魚に。ここも掃除しなきゃ。でかいやつ、時間をよ。タイムバックデート。こっちこっち。やった、生命結晶。ご褒美だよ。私ももう回復したよ。ここも掃除しなきゃ。Thank you.
名前。あ、ごめん。カンタ君、ま、コン君、ほん、え、記憶喪失な、そう、シミュレーションに、本当、全然褒める話、改め、人気使い中央庁は、他に知りたいことはあるかしら。じゃ担当直入に、ほら、ごめんね、アン。え、じゃあ。街中の中にはモンスターを退治。まずは午前でも午後でも夜でもアンがずっとそばにいてあげるよ。当たり前でしょ。え、まあでも人気使い、ここは全ての実境界線としだから、中央庁ブラックゲート今を何に辺りを案内。あ、この感覚、これは、でも待って、とりあえずまず今の忘れたら白夜館へ。ここはあなた、別に人間として何を相応の対価を通常にでも何でしょう。僕の名前はウル。記憶とっくに失ったよ。あなたの、なぜ人は皆たくさん